はい、どうも皆さんこんにちは、マッシュと申します。さあ今回もポケットモンスターホワイト2やってこうで、前回ですね、ここのライモンシティのとこまで聞いて、でまあこの辺のやつをまだやってないから、ここだけ倒してから、あ、なんだっけ、ジェットコースターか、ジェットコースター行こうぜって話だったんで、まあとりあえずこっからやってきますか。まあ戦闘なんでね、基本的にサクッと終わらせる感じでやっていくと思うんですけど、よろしくお願いしますと。あれ待って、変わってる、バスケになってる今あ、そうか、テニスとバスケだもんな、ここで。向こう側が確か野球とラグビー、ラグビーなのか、多分そうだったよね。アメフト、わかんない、どっちかわからんけど、ま、そうだった。ああ、そうなんだ、変わるんだ。へえ、話したら戦うんだ。ああ、飛び散る汗が青春のパロメーターだ。バロライバル、音の姫レベル上がってき、歌うやばいてき。これはね、いや、無限の可能性技を覚えさせていいと思うんだ俺は。くすぐるって何、相手の攻撃と防御を避ける。あー、ま、結構もう強そうっちゃ強そうだな。あんこいるかな、あんこいらねえかな、あんこ消すか。ミキロミスレベル上がってき、リベンジはね、うわ、リベンジってあれだよね、一旦耐えて次ボワーンってやるやつでしょ。でダメージ受けた分だから、ダメージが強かったらなんかその分威力上がるみたいなやつだよね確か。いらないかな。汗をかいた時はこの道具だぜ、傷薬。ああ、いや、汗かいた時には傷薬は違うと思うけどね。汗かいた時に欲しいのは多分スポーツタオルだと思うよ俺は。またの姫レベルゲッティー。ああ、これ傷薬無限回収ポイントパターンか。あ、そういう感じか。じゃあ別にさ、やらなくてよくねってなってきてる俺がいるんだけど。どうしよう。まあ、いいや、戦うとか一応。あー、まずいかもしれん。これちょっと待って。待って。え、これ、おたる姫しかいねえ。え、いける？いや、俺はお前を信じるしかねえ。そうだ。俺はお前を信じる。ちょっと待って、どっちも倒せなさそうなんだけど、どうしよう、困った。往復ピンといくか、決まろ。いやー、テクニシャンだったら、危ねえ、テクニシャンだったら余裕だったのになと思ったのに、メロメロボディだからだなこいつ。レベル上がっていく、危なパーティー全滅させられるとこだった。うん、ありがとう。あなたは戦闘じゃないのね。あなたも戦闘じゃないのね。オッケー、バスケットボーラーは軒並みブチブチにしてきたから、ラガーマン、ちょっと待って、お前ら全員戦闘じゃねえよな。これ全員と戦闘だったらちょっと俺骨が折れるから、ちょっとさすがに骨折って言ってやめるからな。こいつらだよね、多分。あ、ぽいね。ポーラー、はい、はい、でーす。あなたの決めるプレートいってるよ、はい、でーす。よし、よーし、じゃあ、オッケー、両方とも終わったから、ここ行きますかねーと。さあ、ちょっとおもろそうなんだよ、これ。これちょっとおもろ、これ乗るでしょ？で、乗ったら移動して、どこ行くのこれ。あー、そこで降りるのか。あ、勝手に降りろってことだね、お前が。で、こいつらは戦闘なのか？神連れさんすごいよな。普通なら改造するだけなのに新しいジム作っちゃって。神連れさんめっちゃすごい。お前語彙力なさすぎだろ。俺か？さてお前、俺か？あ、これでポイントが切り替えられるんだよね。なるほど。はい、おいで。はい、いらっしゃい。で、これで、あれがまっすぐ行けるようになるのか。なるほど。で、ここで降りれて、君は戦闘なのかな？走り回ってるボーイ。あ、全然違うわ。こいつら戦闘じゃないんだね。あ、ポイントが、あ、この色によってポイントが変わるのか。なるほど。だから、あの赤色のやつ埋むと赤色のやつはポイントが変わるってことでしょ。全然こんけど、あ、来た。誰急に。誰はい、ジェットコースターの乗り心地はどうだった？楽しんでる最中で君に止められたんだ。どういう気持ちだと思う？教えてやろう。不快だ。なんでそっち行っちゃうの？コースターで鍛えたスピードで速さで君を圧倒するよ。あなたは戦闘なのね。なるほど。あー、あなたは戦闘なのね。はい、了解でーす。金持ちがよ。シママ？あー、ゼブライカになるやつ。あー、割とかっこいいやつだ。お前 BW 出身か。うわー、いいな。
欲しい、君のシママが欲しい。わ、かっこいいな、シママって。普通に俺ポケモンカードでしか見たことねえからシママとか。こいつポケモンカードの話しかしねえな。ドラマ入る。あー弱い。エレガントでゴージャスだ。あーありがとう、通してくれるのね。あーなるほどね、中にいるのか。そういうことか、理解理解理解。すごい遠く、おお乗っていく。あーまず加速する。あおーこうジェットコースター楽しんでんなんかあるな。おもろ。これでオレンジが来るんでしょ。はいおいで。あいいなあ、ジェットコースター乗りたいな久しぶりに。いや僕ねジェットコースター結構好き。あだあお嬢様どうぞ。どうもどうも、結構好きなんですよねって話をしとったらお嬢様に出られると。どうです、一緒にどうです。あなたも簡単には勝ちは譲りません。じゃあ勝ったら僕と一緒にジェットコースターに乗りましょう。はい、僕の勝ち。君は僕と今からデートする。さあこれは決定事項だ。よろしくお願いします。レベル上がっていく。あなたのような品があるトレーナーのお相手ができて私光栄ですわ。あ、そう思うのならぜひ僕と一緒にこのままジェットコースターとデートしませんか。ジェットコース、はい乗ります。あ、いいな、わあいい。そういうの好き。誰こいつ、あれが何だっけ、カミツルギじゃねえわ、なんだっけ名前、名前なんだっけ、わかんねえや。電気タイプなのかここ、もしかして相性悪すぎん。待てちょっと待って、相性悪すぎません。とりあえず話してみるか。あら、もしかしてジムリーダーを探しに来たの。せやな、残念ね。ちょうど入れ替わりでジムに向かっていったわ。ああそうなの、あなたはじゃあジムリーダーじゃないのか。ここまで来た記念にこれ持ってきなさいな。巻き直し、やっぱりこれ電気タイプくせえな。ジムリーダーね、ジェットコースターのスリルで無心になるのが好きだって。ああそうなんだ、まあ、そんな感情はごめん、僕は抱いたことないんだけど、でもジェットコースター自体はめちゃめちゃ好きですよ僕も。いやマジで長島スパーランド行きてえわ。うん、長島スパーランドか富士急ハイラ、アイランド行きたい。あれ、あーこれはあの人か。さあこれで入れるわけ。あーいけるね。あーやっぱ電気タイプくせえ。いや電気タイプだろこれは。120、なんだここ。どうすか、驚いたでしょ。うん、今マジで驚いた。なんだここってなんだ。このジムははっきり言ってきらめくファッションショーのまばゆいステージなんすよね。あ、そうなの。とりあえずこれ差し上げるっす。おいしい水、あ、ありがとうございます。これいっぱい買ったんだ俺。このポケモンジムはステージ上で待ち構えるモデルのトレーナーに勝利して先に進んでいただく、行くだけっす。ちなみに電気タイプのポケモンは地面タイプ、やっぱ電気タイプじゃん。わざか苦手なんですよ。あ、だけどですよ、エモンガってポケモンには地面タイプの技が効かないので要注意してくださいっす。エモンガも BW 出身か。あーなんかちょっといろいろとなんか嬉しいね。なんかこういう既存のポケモンを知れるの今めちゃめちゃ嬉しい。で、すげえうるせえなバックサウンドマジで。なんだ穴掘るをもらったってかゲットしたんだっけ。ゲットしたからこれ多分誰か覚えるでしょ。あー いろいろ覚えれる。あ、ティラミス覚えさせるありだな。ティラミスとオタノ姫両方とも覚えさせとくか。尻尾いらんな。いや、ビンタかスピードスター。4発当てたらスピードスターと同威力。ビンタだな、ビンタいらねえわ。さ、まあ電気タイプつっても僕のねポケモンたちがボコボコにしていってやるわ。うわすごい、何この凝ってるジム。ここバカ凝ってんじゃん。ようこそライモンジムへ。ポケモンとトレーナーが作る華麗なポケモン勝負とファッションショーの始まりよ。あーなんかあれか、僕はそういうタイプの人あんまり分かんない人だけど、わあ大人のお姉さん、もうごめん俺そのファッションについてはついていけねえわ。エレキッティ、まあ、この辺はいけるっしょ。うわでもレベル高くね、高すぎ剣心じゃん。控えめに行って穴を掘るで速いなやっぱり。あでもスピードが速い方がこれ威力上がるやつだから、俺より速いお前の威力なんてたかが知れてるってことだよ。まあまあ入るな、さすがにワンパン。オッケーオッケーオッケー、セデキやめてね、セデキやめてね、セデキやめてね。オッケー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 、レベルアップ、スウィーブプリンティング。いやーこれはね、うわーこれさー、これさー、これさー
いやこれさねえ、これねえ別にさと、あ、なんだっけなんだっけあれ、いや忘れちゃった、こうあの威力60以上の60以下の技が攻撃力が上がるやつ、特性、その特性だったらねかなり火力出るのにね、もしくはスキルリンクな、うーん、まあスピードスター消していいかな。うわー静電気ー、いや多分これね、あ突進か、突進ならワンチャンそのまま自分が死ぬ、あーやん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 、手違いで先に動いてくんない、あうぐない、すげー完成、帰ってった、え、ちょっと待ってこれさ、あーぶね、びっくりした、戻れんやつかと思った、ちょっと一旦帰る、ちょっときれ、やべ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 、いやこのジムね俺マジでやばいかもしれない、あの今回ねガチで苦戦する伊豆あるよ、またあなたか、すげえ複雑な動きするじゃん、トレーナーとして美しいの、あなた足を驚かせてよ、びっくりした、まあ、絶対これ勝った時言うやつだから、わあ驚いたとかそんな感じでしょ、もう予言してやるわ、おもちゃのゲームられてきてよ、さよなら、結局、うん、強くてビューティー、私驚いちゃったわ的なこと言ってたよ、これ結構長い、あーこれラスト臭いかな、あそんな感じするな、一回バックステップなら超大詰めですけど、神連れ様と同じステージに立つ資格があるか私が確かめさせてあげます、確かめて差し上げますだったな、確かめさせてあげますだったらもうなんか俺が確かめる側になってるもんな、審査員は俺だった、はいはい、あざす、でこれ行くと多分、うわーなんかいる、すごい奇抜奇抜、めっちゃ光ったけどね、耳みたいなの、うわなんか思いっきり映ったね、後ろにちょっと可愛げな女の人、ちょっと画面回復行ってくるわ、うん、ごめん、そんだけファッション一気にされ、じゃあファッション一気にだねな、別にファッション決められたけど、俺ちょっと回復行ってくるわ、すごいな、奇抜な BGM だなここさあやってきたぞ、ゆっくりとな、ほら見て後ろの人ちょっと可愛いよね、ちょっと可愛いんだけど、ごめんお前に目もくれず後ろ見てるわすまんな、やるか、ようこそこのステージへ、私の愛しのポケモンたちとあなたのポケモン、どちらが輝、どちらの輝きが本物か、ここで競い合いましょう、うわーやばい、なんかすごいなんかさ独特個性的なファッション、ごめんあのファッションで俺にさマウント取りに来ないでほしいわ、オタクにファッションでマウント、なんかファッションつよりはもうなんかお前あれだな、なんて言うんだろう、 F1 レーサーの隣で旗振ってる人みたいな感じの格好してるな、初手からエモンガか、これねマジンコまずいんだよね、何がまずいってさエモンガに対して打点取れるポケモンいねえの、なおかつフタチマルとかさ打点取られまくるのまずいよね、だから俺はバグらせていくわ、絶対ワンパンできないから、で多分向こうもワンパン されないと思う、こっちの子よっぽど10万とか飛んでこない限りワンパンされないと思うから、水の波動でバグらせるわ、ボルチェン、ちょっとマジそういう技使ってくんの、やっぱ耐えるんだけど、誰くんのモココ、いやいやまあまあまあモココならいいわ、モココは多分ツーパンできるから、モココかなりねスピード遅いから、その立ち振る舞い輝いてるわね、あなたありがとうございます、ツーパンできるから穴を掘る、いやでもこれさ待って、ちょこれ読みでさあの次のターンにさあの頭よく出していくんだよマジで、お前引っ込めよ、ギョ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 、エモンが出してきたらどうしようと思ったわ、とりあえずモココ倒していく、経験値いただいていく、オタミメルラッキー、甘えるーか、甘えるーはいらないかな、うん、多分エモンガでしょ、でしょうね、まだと思います僕も、あこれ帰れるのか、そうかこれはちょっと一旦多分ティラミスまだなんか使えるから、まだお前は可能性があると信じてる、俺には一旦引っ込めの CJ 出してって、まあ、どちらのポケモンが美しいかの勝負だろう、お前こっちお前ナンバーワンキャビンア、キャビンアテンドってじゃねえわもうキャバクラの、キャバクラのナンバーワンがいるんだと思う、猫だまして、あちょっと静電気やめて、ブーイちょっとふざけんな本当に、あっ OKOKOK、あ違う違う猫だましだったな、当たり前だろ引っ込むんだろ、あボルチェンだと追い打ち関係ないのか、だったらいやまあ追い打ちいいか、
ボルティングチェンジング、さすがに耐えると思うんだけど、あ、全然効かねえな。あ、おやじ入るじゃん、えらバカえらいじゃんこの技えらい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 、やばい、カノクシレン、こいつはこれはまずいかもしれん、もしかしたらやばいかもしれん、やばいかな、いや、おやじで、あー、ボルチェンジじゃない、てか遅、あ、お前がおやじなのかお前が追いついたのか、なるほどなるほどなるほど、いや、ボルチェンで引っ込んできてほしい、いやでもな、ボルチェンで引っ込んでいく、いやーまあまあまあ、追いついか、あ、追い打ちしてこ、してこねえなこいつ、追い打ちのマシンとかしたかお前、じゃあ俺も追い打ちのマシンとかすぞ、とりあえずこっち食べ残しがあるから、まあ持久戦では多分勝てるんだけど、ただこいつ回復絶対使ってくるんだよね、石化、なんでスパイス上回ったのに石化なんだろう、それしか打点なかったんかな、ん、待って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 、あーびっくりした、半分回復の実かと思った、お盆の実か、いや次の石化で落とされるんだよな CJ、 あんましゃあねえなここは、追い打ちいいか、センキュー、ありがとう、でこっからだよな、ティラミスってさ、すみません、51、雪48、46、一番高いのがティラミスなんだけど、多分ねゼブライが抜けてないんだよねこれうん、よっぽど抜けないんだよね、そうなるとどっちかで行くしかないんだけど、雪王じゃ多分届かない世界を教えられるから、これ乙女姫で入ればで、穴を掘る打ってもいいんだけど、いやマジさ、こいつ AI めちゃめちゃ頭よかったら、穴を掘るのさ攻撃のタイミングに合わせてさ、エモンが引きとかしてきたらマジで俺発狂しそうだからさ、どうしようどうしようこれ、いや穴を、いや穴掘るか、ふざけんなマジで天才かこいつな、天才プレイヤーなんだが、ちょっと待って待って、いやまずい、2回目に行ってね、まずいねこれ、じゃあゼブライカさえ多分ね処理できれば雪王でね、多分詰めていけるんだよ、いやまずいこれ、いやまずい、いやーこれまあ飛ばされるんだけど、え待ってこれ負け、ちょっと待って負けでは、えだってこの HP でしょ、雪王の石化じゃ落とせないじゃん、えでも俺その可能性にかけるしかなくない、だってティアミス絶対上から殴れないし、でも可能性にかけるしかないんだよなこれ、せやろせやろこれ、じゃあバグれ、じゃあバグれ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 、でです、さあ作戦を変えて戦っていこうか、 OK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 、 もうね分かった、君への勝ち方を僕がね教えてやるよ、初手エモンガジャロ、うん、頭どうやってやってたあいつ、エモンガでしょ、まあ、とりあえずあの追い打ちがこいつにはなかなか有効ということが分かったから、一旦とりあえずキャバ嬢出して、キャバ嬢、いや猫魂打って静電気引くぐらいだったら追い打ちから入った方がいい、なんで先手、ふざけんなマジでなんね、同速なの、あ違うか、麻痺引いたからか、さっき急所もマジでやばい、ちょマジで作戦だだ崩れなんじゃのうこれ、いやまだいけるな、いやまだいけると信じてるよ、一旦猫で HP 管理して、これなら追い打ち耐え、いや耐えてくれると信じてる、ちょボルチェン耐えて、オッケー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 、潰せ、じゃエモンガにボコボコにされる男、三度目の正直じゃこの野郎、歌う、追い打ち、オッケー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 、これ絶対耐える、当てる、よし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 、まだある、まだ可能性ある、
俺まだ無限の可能性信じてるから。でこの次のターン絶対起きない。ちょマジでマジでお前頼む頼むよ、寝ててくれ頼む。いい感じに削って、これはいい感じなんじゃないか。すごい傷薬使ってほしい。 OK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 、 これで向こうのすごい傷薬1個なくなる。動き方がこれで変わってくる。だいぶとりあえず波動で削って、レモンが猫やばいやばい。で麻痺引くのは全然よくて、あ、めっちゃ当てて、いいね。でまあボルチェもな、こいつのボルチェンを耐えてくれれば、お前もおうちか。耐えてくんねえかな。オッケーオッケー、可能性ある。まあまあそれはオッケー、仕方ない。偉いな、こんだけ削ってくれたのマジ偉くて。デーモンがでしょ、でここはまだ CG で残しておいてよくて、ティラミス切って舐められたもんだな。どうせ向こうの方が早いからあれだけど、ごめん、つぶらいからこいつを削っておきたいんだよな。こいつを削っておくでいいのか。いや多分、いやないか、さすがにないか。やばせっかく打ってくんなら、せっかく打ってくんだったらな、鳥ポケモンに引くのが正解だったけど。無理じゃねえこれ、相手が追い打ち打ってくれないと無理だなこれ。だったら歌う必要ないから。あ、せっかく嬉しい、可能性ある。これでズブライカが通せれば、ワンチャンあるぞ。待ってマジ、ワンチャンある。
てえもんがでしょ、ラスト行きよと、こんだけ残ってる。いやマジ、いける、いや、行ってほしい。この HP だったら、行ってほしい。うわぁ、歌いたくねえな、ここはビンタリーナやっててくれ、頼む。じゃあ、ボリちゃん耐える、ボリちゃん耐える、耐える耐える耐える、チャム当てて、マジ。よし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 、まあ静電気は全然いい。やったー、やっとだよ、これで別にいいんだ、かゆくないからもう向こう相手、やったー。あーなのなんだよこれ、本当に1時間ぐらい戦ってたんだよこいつ、マジで強い。こうせっかで終わりだこの野郎、しゃれー、手されさ、はぁ、やっと勝てた。いやマジで作戦めっちゃいろいろ変えたわ、しびれたハート型で、もうこっちももうすごかった、やっと勝てた、嬉しみがすごい。もうあなたってば予想以上に素敵なトレーナー、あ、私が後ろに映ってるわ、すごい笑顔で惚れ惚れしちゃう、ファイトスタイルになんだか感激しちゃった、まあ惚れ惚れしちゃうファイトスタイルにね、はい、これをボルトチェンジ、あー最初にバチだったわ、そういえば、やったありがとう。ボルトチェンジ打たれてるだけでパーティー崩壊してたからな、うちのパーティーマジで。4つ目ですよお兄さん、ボルトバッジを含め4つのバッジがあれば、あーもう、うん、大丈夫、僕友達いないからポケモン交換しないから大丈夫です。それとこれは私の好きな技、あ、ボルトチェンジでしょ、よければあなたも使って、ありがとう、この技だけで俺もパーティー全滅したから何回もマジで。相手に攻撃した後他のポケモンと入れ替わるの、もっとも他のポケモンがいない時はそのままだけど、いやーマジでマジでね、最後の作戦を聞いてほしい。まず先発ティラミスで、まあ持たせてるのは神秘の雫なんだよ、神秘の雫ってのが水タイプの技の威力を上げる技なんだけど、上げるアイテムなんだけど、これであの一発目のボルトチェンジをまずもらう、もらった上であの HP がね、激流圏内は入るんですよ、ちょうどいい感じに、まあ、入るときと入らんときあれば乱数なんだけど、で水の波動を打てば裏でモココが出てきたときにすごい傷薬のラインまで行くんですよね、ですごい傷薬一回使わせ上でモココを突破してこのままで、であとはまあなんかうまいことこいつとか使っていなしながら戦っていたって感じですね、まあ、あとはあれです、技の当たる回数次第、運ゲ、完全に運ゲ、まあ運ゲでもカチャカチャ、なんだ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 、待って、はい、ぜひ私たちと、何マジか、ああありがとう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 、みんなありがとう、俺今手振ってるから、ありがとうありがとうありがとう、私マシーマシーを清き一票をお願いします急に選挙始めんな、トレーナーとしての輝き、それを備えているあなたなら全てを順番を集め、ポケモンリーグに行けるはず、その時あなたとポケモンはさらにまぶしく輝いて、ありがとうございます、頑張って高みに臨みたいと思います、ありがとうございます。あ、ポケルス、え、ポケモンにくっつく生命体、え、ポケルスついたらしい、え、誰か、みちょね、なんかみんなポケルスついたんだけど、お前ら戦ったもんな、いっぱい育つ気満々なんだな今は、うん、ポケルスつうのはあれだよね、まあガチでポケモンやるときに育成とかに使うあれだよね、まあまあ簡単に省略するとあれだよ、あれなんだ、これってでもかなり確率渋かったよね、自家感染するの、自家感染っていうのは生で感染するやつって、へえラッキー、ただまあ別に生かすか生かさんかって言ったら多分生かさんと思うんだけど、多分次に行くのが子供エシティ、こっちか、まあこの辺かな、15番道路とかこの辺になるのかな、まあ、個人的には多分こうやって回るルートだと思ってるから、うん、でもそうなるとここ行ってないな、尻尾シティとか、どこ行けばいいんだろう、わかんねえ、ははは、わかんねえな。まあいいや。じゃあ次回は、そうだね。とりあえず左回りから行こうかな。うん。だからどっちだ？ちょっと待ってよ。あ、なんかいる。
あ、ごめん、入っちゃった。入っちゃった。じゃあ、しゃあね、もう、こっから、まあ、とりあえずやるわ。ここまでやるわ、ここまで。何言ってんだろう、もう。なんか、もう疲れてんだよ、完全に。待てよ。お前らここで何してた？別に、沢尻エリカ。ただここにいただけだ。逆に質問するが、俺たちがお前に何かしたか？何もしてねえ。だがな、人のポケモンを奪うお前らは絶対に許さない。言っておく。俺は今から怒るぜ。いや、怒るぜって言って怒るやついねえよ。そんなやつちょっとやだわ。今から俺怒るぜって言って怒るやつやだわ。やれやれ、近頃のトレーナーは物騒だ。あれか、ポケモンの強さを自分の強さと勘違いか。まあ、お前なんかどうでもいいが、邪魔されたくないのでな。マシ、頼りにさせてもらう。あー、だそうです。じゃあ次回ここからですね。それじゃあまた次回お会いしましょう。バイバーイ。